皆さんこんにちは、なおこです。すごく久しぶりのビデオになってしまっているんですけれども、今日はエアラインの面接についてのビデオを短い、本当にね、簡単に作っていきたいと思います。っていうのも、今なぜかやっぱりエアラインのビデオの再生回数が伸びていて、っていうのも多分今時期的にね、面接が始まってきたりするということで、エアライン面接の対策をしている方が今増えてるんじゃないかなと思います。で、一つだけ面接のポイントをお伝えしたいことがあって、すごく簡単なことなので、少しでも役に立てばいいかなと思っております。はい、ということで、それが何かというと、聞いてる時の態度です。どういうことかっていうと、まあ、個人面接だとちょっとこれはね、できないんですけれども、グループ面接の際に、例えば3人受けてる、自分を含めて3人面接を受けてる方がいるとしますよね。そうするとやっぱり自分が話している時間よりも、聞いてる話を、他の話し方が話しているのを聞いてる時時間の方が長いですよね。なので、そういった時に気を抜いてしまったりとかするのがすごくもったいないということですね。そういった時こそ、自分がいかに、他の人の話も聞ける、もしくは余裕を持った態度が出せるっていうところを、まあ、アピールじゃないですけど見せることで、実際に働いた際にお客さんに対しての態度とか、どんな状況でも常にスイッチをオンにできるっていうところを見せられるポイントではないかなと思います。なので、こう他の方がお話しされてる時にも、こう次どんな質問来るやろうとか、今この人これ聞かれてるから次これかなって、こうなんていうんですかね、目をキョロキョロしたりとか、落ち着かない態度をしてしまうと、そこを評価されるかは別としても、ちょっと印象的には良くないと思います。なので、まあ、私がこれが正解っていうわけじゃないんですけど、私がしてたのは、まあ、常にもちろん姿勢はよく、足もね、開かないように閉じて、膝をつけて、で、まあ、口角を常に上げつつ、まあ、面接官の方の顔をもちろん見ながら、たまにそのお話しされている方の、ね、方を見て、こう相槌を打ったりとか、まあ、たまにね、面白いお話をねされる方もいるので、そういう時には爆笑はしませんよ、もちろんオーバーリアクションはせずに笑うっていうのはしてました。で、なんでこれが重要かなって思ったかというと、やっぱりその自分が実際そういうことをしてて、とか面接官の方を 見ている、姿勢をよくしてずっと見ていると、やっぱ面接官の方も他の方がお話しされている時でも目を合わせてくださるんですね。なので、まあ、そこが評価されていたかはわからないんですけれども、少なくとも、まあ、好印象を与えられたんじゃないかなと思います。なので、そのね、話してない時にはね、ちょっと気を抜きがちなんですけれども、やっぱりそういった時こそ、なんていうんですかね、印象をよくできるポイントだと思うので、そこをちょっとでもね、今までもし考えてなかった方がいらっしゃれば、これからの面接、まあ、エアラインに関わらず面接で、グループ面接の際に少しでもこう気をつけていただければ、面接官にも印象が、ね、さらによく映るんじゃないかなと思います。はい、ということで、短いビデオですが、急遽作らせていただきました。では少しでも役に立てば嬉しいです。また次のビデオでお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。